さて、ポーションスタンドも作ったんで、きらめくスイカがね、やっぱり欲しいわけですよ。うん、村人の交易によってね、スイカを手に入れたので、それをぜひ自動化したいなと思って前から考えていましたけれども、なかなかね、いろいろ、まあ昔ね、私がやったこんな感じ、あ違うわ、トーチからね、リピーターにこうやってつながっていて、一個ずつ苗が全部埋まるとね、こうやって弾き出すタイプなんですけど、これ残っちゃうんですよね、どうしても。まあしょうがないんですけれども、でいろいろ見てたら、あのね、他の方の動画とかを見て、どんな感じで自動化してるのかなと思って、配線がね気になるとこだった。ニコニコでね動画上げられてる動画だったかな。後で調べてね、見つけられたらサブスクリプションの方に概要に入れておきます。私とね似たような形ですけど、それを直列配置をねちょっと変えてこんな感じにしたという感じでね、常時オンのトーチがあって、それをリピーターがパワーをつなげてます。でそこにスイカが鳴った時のみピストンの方に回路をつなげてっていうのは、コンセプトは同じなんですけど、もうちょっとシンプルに、なんていうのかな、あのワンセットがね小さくなって可能性を上げたタイプですね。これ確か一つで紹介されてましたけど、こんな風に二つにすると鳴る可能性がね2倍になるっていうのは、どっちにも鳴る可能性があるので、もっと上げられるんじゃないかなと思います。ここになったらこうやっててね、ピストンを押して、回収するという形で、下にホッパーがね、このリピーターの下にもホッパーが設置してあって、回収率を大幅に上げてると。でもこれでもねやっぱね残っちゃうんですよね、たまにね。すごい頭のいい方法だと思います。うん、シンプルですしね、あのソースリソースはあんまり必要ないので、うん、ってことでね、それをもうちょっと面白くできないかと思って研究を続けてたんですけど、まず苗がね2つあって、1つのところになる可能性をもっと上げると2倍にするんですね、っていう風な形で、どういう風にできないかと、まあどういう なんとかできないかと思ってたんですけど、両サイドに苗があると、こっから来たパワーをつなげる場所がね、右にも左にもないので、上にしかないんですよ。で上に行ったパワーをどうやってそのピストンにつなげようかなと思ってて、最初は T フリップロープみたいなね、それからパルスショートナーみたいなのを使ってできないかなと思ったんですけど、回路がでかくなるので上が、なのでバドスイッチとかね、いろいろあると思うんですよ。 BUD っていうのはブロックアップデートディテクターのやつですね、うん、いろいろやり方あると思うんですけど、で今回ねちょっと面白いのを、他のね、ところで私ちょっと使ってみた、あのホッパーとドロッパーを利用したね、このアイテムをね、輸送するシステム、うん、をうまく応用して、できないかと思って研究を続けてましたけど、ホッパーにアイテムが入っていてね、1個だけこんな感じでね、でパワーが来ると、ドロッパーは次のホッパーにアイテムを戻し送るんですけど、ホッパーはねこっち向きでドロッパーに面してあるので、来たアイテムを返すわけですよ。うん、ってことでそれを利用できないかと思ってね、パワーがドロッパーにつながってホッパーにアイテムを送って、ですぐ戻ってくるということで、ピストンが行ったり来たりするっていうのに応用できないかと思って、あると思うんですが、ここにスイカが鳴った時のみ上にパワーをつなげて、ドロッパーはアイテムを射出しますよね。で、それを、ホッパーが回収して、ホッパーにねドロッパーがアイテムを入れて、ホッパーはドロッパーにもアイテムを戻します。でその短い信号をキャッチさせて、よいしょ、こんな感じでね、でホッパーにアイテムがドロッパーから来たら、コンパレーターがアイテムが入ってますよってことを、うん、感じ取ってくれてね、ピストンまでつなげるという形で、これはこれですごい面白いんじゃないかなと思います。よいしょ、こんな感じでね、ただちょっとコストが上がりますよね、うん、ホッパー、ドロッパー、コンパレーターが必要になるでね、ここにスイカが鳴ると、よいしょ、これも面白いと思うんですよ。コストパフォーマンスちょっと落ちますけど、あ、アイテム入ってないって話ね
入ってない入ってないってない。ドロッパーの中に1個だけアイテム入れて、ドロッパーがアイテムに、アイテムをね、ホッパーにつなげると。こんな感じでね。今、入ったと同時にアイテムが上がりますよね。アイテムが上がったらコンパレーターがね、回収して、こんな感じでね。そうすると回収率が大幅に上がります。多分これ、ロスレスじゃないかな。まあ、ごく稀にこの上に乗っちゃうこともありますけど、ここはガラスにしてないと、つなぎっぱなし、ピストンがね、つなぎっぱなしになっちゃうので、ね、こうするとね、ほら、ね、残っちゃうので、ここはガラスにしておかないとダメですね。回路がつながらないようにという意味でですけど、それもすごいいい方法じゃないかなと思います。これもね、うん。ただちょっとコストがさっき、先ほどお伝えした通り、ちょっとコストが悪いので、うん。もうちょっと面白いの作れないかなと思って、今度バドスイッチの方ね、いろいろ見てたんですけど、どうやらね、なんていうのかな。私、シュガーケンファームの方で、ドロッパーじゃなくて、ピストンを使ったね、バドスイッチのやつを考えてましたけど、ちょっと寝ようか一回。ごめんなさい。一回切りますね、ここで。さて。夜にするのめんどくさいので、あ、夜じゃない、朝にするのめんどくさいので、もう、諦めました、私、ちょっと、あれを忘れちゃったんで、コードを。タイムセット、なんとかとか入れると、夜とか朝とか切り替えられるんですよ、それがよくわからなくてですね。こちらにあるのが、バドスイッチを用いたスイカ農場なんですけども、ちょっと面白い形なので、ご紹介しておきたいと思います。ホッパーとドロッパーを利用したものはあちらでお見せした通りなんですけど、アイテムが行き来することを利用してそれをコンパレーターで感知してやるんですが、ドロッパーとねピストンにはちょっと面白い使い方があって、とあるブロックの置き方をしてそこにパワーを流すと、バドスイッチ、ブロックアップデートディテクターというね近隣のピストンとかドロッパーの周りに何かブロックに変化が起こるとそれを感知して、ピストンが伸びたりドロッパーがアイテムを射出したりということができます。でその具体的な置き方はね今見ていただいている通り、斜め上ですね。斜め上のブロックにこの黄緑色のところにねブロックが置いてあるところに置いてもらってそこにパワーが来てる場合こんな感じでね今オンになってますよね。でもピストンは伸びていません。でこの状態になるとですね、ブロックアップデートディテクター機能がつくわけですよ。で、このピストンの目の前に何かが起こったブロックが出現したり置いたりとかね消えたりするとそれを感知してこうやっていって伸びるわけですよ。ただこれだと伸びっぱなしになってしまうのでそれをオフにしなきゃいけないのがちょっとめんどくさいんですね。まずこの黄緑色にパワーがついてるところをオフにしてピストン自体にパワーを送るとこうやって直すことができます。でそちらの方をあれねちょっとコンパクトにしたのがあっちですけれども、そのねオンオフに何て言うかな、これはね誰の動画で見たんだっけな、マンボジャンボさんの動画の、ティープフリップフロップ、面白いティープフリップフロップっていうねいう形で特集があったところからお借りした技術なんですけども、この大釜に水を入った状態で動かすことができるっても初めて知ってね、そこで、うん、でそこで T フリップフロップに使われてたんで、大釜にね水が入っている状態でコンパレーター近くに、まあ、隣にあるとね水が入ってますよっていうのをコンパレーターが感知して次のブロックに伝えます。で、こんな風に見ていただくとねコンパレーターオンになりましたよね。コンパレーターは水が入ってますよってことを感知してこの緑色のブロックに伝えてます。つまり今はバドスイッチ状態ですね。置くとはいなります。でそれを利用してるんですね。で大釜の方はちょっとねコンパレーターも使うし大釜にちょっとね、鉄も使うし水も必要だしってことでちょっとコストが上がっちゃうので今回はレッドストーンブロックを利用して、やってみることにします。こちらはちょっとシンプルですね。リピーターとレッドストーンブロック、ちょっとレッドストーンブロックがね9個必要なんですけれどもこっちの方がまあコストパフォーマンスはいいんじゃないかと思います。黄緑色のブロックに今パワーがつながっている状態です。どっちもね、大釜に水が入っていてそれをコンパレーターに伝えていて、このねブロックがパワーがオンになっているのとレッドストーンブロックから、このねリピーターにパワーがつながっていて今この黄緑色のブロックもオンの状態です。つまりですね、この、ドロッパーの周囲に何かが起こると、ドロッパー自体がアイテムを射出するわけです。
ただそのお相手が面しているのが、ドロッパーでさらあホッパーでね、さらに、相対してる 面してるんですね。なのでホッパーは受け取ったアイテムをドロッパーに返すわけですよね。で、返すまでは、アイテムがホッパーに入っているので、それをこのねコンパレーターで感知して次のブロックに伝えます。で、そこの先から2本に分かれていてですね、トーチからピストンにレッドストーンブロックに伝わる、ね、流れと、その横にレッドストーンパウダーが置いてあって、直接スイカを刈り取るため の、 ピストンに伝わっています。つまり、ここにスイカが鳴ると、ワンラインは、この下のね回収用の収穫用のピストンにつながっていて、もう一つのラインはレッドストーン、バードスイッチをオフにしたり、ね、オンにしたりするという機能につながっていると思ってください。具体的な作り方はねまた今度説明しようかなと思いますけれども、別な動画でね、紹介しようかなと思っておりますので、そちらの方お楽しみに。どちらも、機能としては全く変わりません。でこのところにねホッパーを、つけておくと、アイテムがね収穫できますよという形になります。